はい、皆さんこんにちは、まさやんです。さあ、今日も識別です。今日の識別は手の識別、手の識別ね。珍しく今回最初にやってみよう、用意してみました。一回動画を止めて、必ず問題やってみて。手ってどんなのがあるかなとか考えなくていいから、とにかく問題やってごらん。はい、どうぞ。さあ、では行きましょう。手ってね、めちゃめちゃ簡単。識別で今までで多分一番簡単じゃないかな。見分け方。手の下に助動詞があるのかないのかです。わあ、簡単。はい、助動詞があれば手は完了の助動詞。なければ手は接続助詞。こういうふうに分けます。では問題いくよ。杭手蹴り丸一。杭手蹴り。手の下を見ると、蹴りっていう助動詞がいるよね。ということは、この手は、はい、左側答え。完了の助動詞です。いいよね。丸二。行き行きて、駿河の国に至りぬ。手の下を見ると、駿河の国っていう地名だよね。助動詞ではない。ということは、答えは、接続助詞。お、いいね、いいね。簡単だね。3番。かいたまいてん。かいたまいてん。手の下を見ると、むっていう助動詞がいるね。はい。ということは、丸3は、手は完了。というふうになります。本当に？ん？ 3 番完了でいいの？本当に。ブブーだよ。違います。完了じゃありません。はい。完了にした人。ああ、結構いるね。結構いるじゃん。実はさ、はい、もう一回本文の方見よ。かいたまいてんのむ。助動詞なんだけど、これって推量の助動詞だよね。助動詞のつぬ。この助動詞の下に、推量の意味を持つ助動詞が来るとさ、完了じゃなくなるんじゃなかったっけ？完了の意味を持つつぬ。この助動詞の下に推量の意味を持つ助動詞が来ると、完了じゃなくて、はい、これが答え。脅威だよね。学術用法じゃん。これはさ、結構学校のテストでも出るし、俺もよく作ってきたよ。これ気をつけてね。学術用法わかんない人は、結構前の方の動画で学術用法をしっかりやってるので、もう一回確認してみてください。これはよく聞かれるから。で、これさ、手の下に助動詞があるかないかって話をしたんだけど、実は今までやってきてんだよね。例えば、手気手けりは、何々てしまったって訳してねとか、いう話を前にしたでしょ。あとは、点、これも、学術用法の時に、てんなんつらんぬらんつべしぬべしてましなまし、これ覚えてねって言ったでしょ。だから割と、今までずっとこの動画見てくれてる人は、てだけ聞かれても、あ、完了じゃんっていうふうに言えると思うの。大事なのは、てには接続助詞もあるんだなっていうのを覚えておいてね。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。識別にしてはすごい簡単だったと思います。ではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら。